はい、今回は、棋聖戦 B リーグの、一局から、趙治勲名誉名人対安達、五段の一局を、紹介したいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。まあ、地に辛く打たれてますね。まあ、これはそうですね、まあ、中間で流行ってるね、まあ定石というか、まあいろいろあるんですけどね。まあ一例としましては、まあ継ぐとね、こうやるような定石になりますね。まあ、こうやるとまあすごく難解ですよね。僕もまだ1回しか打ったことはないですね。そうですね。なんかどうでしたっけ、ここで。僕も本当にね、はっきり分かってない形なんですけどね。ここやって打ったんですね。これでもどうなんですか、これでも取れてるっていうことなのかな。まあ一応これ取ったっていうことですね、これで。試しにやってみますと、こうがいいんですかね。まあこれがいいですかね。多分これでこの形自分から白を詰めなきゃいけないので、これは結構手数が長いですね。例えばこういうような感じで、ここね、自分から詰めていかなきゃいけないので、これはどっちも入れないで、こうなってこうなってこういうような格好で、まあ一手勝ってるんですね。まあ出る、まあ1、2、3、4、5、6、7、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、まあ、結構30近くあって、ありますね。そう、こっから行くっていうのがまた趙治勲さんのあれですね、打ち方っていうか、厳しいものです。そうですね、僕はこういうとこ、まあ、こうやって飛びたいですよね。ここもいいとこだと思うんですけど、ちくんさん、これね、こうやってから飛んだんですね。まあ、白はこことここの地で対抗できるか、ここまた33で稼ぐかな。33じゃなかったですね。こういう手になりまして、打ち込んでいきましたね。これだけ打って、これ結構うまくいかなかったかもしれませんね、黒のツケっていう手は。
結構だいぶ危ない感じがありまして、これは結構大きそうですかね。僕もまだどっちが勝ってるか分かんないんですけど、結果は見てないんですけどね。白が多そうな感じがします。そうですね。これで白中央しがちと。そうですね、まあ、ここの別れはまあまあお互いまずまずだったと思うんですけど、ここがつけてってなんかうまくいかなくて持ち込んだ感じがありますよね。そこでちょっと白がポイントを上げたでしょうか。まあそれで姿勢と思ってこう打ち込んだって感じがしますかね。まあそうですね、白はやっぱこの地になれば大きそうですよね。まあうまくまとめたね、一局だったんじゃないでしょうか。まあ切らずにね、まあどっか普通にどうしますかね。普通だったらここやっぱり手入れてる手がちょっと辛いですからね。ちょっと白いいですかね、今思うと。まあこれもまあこういうぐらいで、の方がしっかりはしていますね。結構谷が深いですかね。まあこっからかかっていくのもね、まあ第一感ですけど。まあこういうとこ打つっていうのもありそうですけどね。まあこういう厚みもね難しいのでね、まあ難しいですかね。一局でしょうか、いい勝負でしょうかね。まあこの一手はらしい手でしたけど、こうでしたっけ、こういうような進行でしたっけね。ただまあ進めていくとちょっと白が良さそうな感じになったでしょうかね。じゃあこの後はこの辺りで、終わりにしたいと思います。失礼いたします。